チャオス。どうも、ボルダペース。はーい、お久しぶりなパズドラ動画、イエーイ。超お久しぶりでございますけれども、本日はパズドラをやっていきたいと思います。まあこっちもね、ちょっと熱の方が下がっておりまして、某引っ張りハンティングゲームと同じくこっちも熱が下がっておりまして、だいぶやっておりませんでしたけれども、今回はこちらの重大リセット実施ということで、メモリアルガチャの方が来てるということで、本日は引いてまいりたいなと思っております。で、相も変わらず、やっておりませんでございましたので、ランクの方は上がっておりません。なので、ランク戦ガチャ引けませんランク戦だとね、この一番こいつ最新のやつも出る可能性があるということでね、できれば引けた方がいいではございますけど、まあランクが足りないということで、あと22ランクかな。ロイヤルオーク、ノーチラス、ノクタリア、シウルグ、もう最新のフェスゲンキャラも出るということで、まあ残念ながら900までしか引けないので、で900も結構ね、ソフィーとかユリシャ、メノア、その辺のいいあたりキャラもいますので、まあ、その辺狙えたらなと思っております。下の方はちょっとあんまり期待できないんでとりあえずはこれから引こうかなってガンホーコラボを引いてないやつという、やつだけこれはおまけです。アイザンね、アイザン持っております。ありがとうございます。まあ、下の方はそんなに期待ができないので、まあ期待するなら800クリアかあたりかな。オーディン、まあまあ悪くはなかったんじゃないかろうけど、武器があるんでね、まだいいかなと久々やな、動画にするのもそもそもパズドラやることちゃいます、久々っす。はい、スタミナが減ってないから、はい、ドゥールガン、ドゥールガン、ドゥールガン、この普通のやつじゃなくてハロウィンのやつ抽出持ってますけど、では500いかせていただきます。この辺も期待はできないかな期待をするならもう800900、でも20は出てない、期待したいと思うくらいあるんです。挑戦かな。じゃあ陽気だ、陽気。はい、4体所持となっております。いらないでございます4体所持ありがとうございます。では700メモリアルガチからちょっとラインナップも見ていきましょうか。公式サイトの方を開いております。あー、なるほど、この辺ね、オーディンとかメタトロンとかちょっと一昔前のやつが出る可能性がある。まあこれもあんまり期待はできないとか、あんまいいやついないっすねやっぱり800以上かな。はい、虹は出るでしょう。いらねねえ、いらねねえが出ました。いらねねえ、覚醒の持ってんすよね、いらないっすよねいらねえ、一昔前は強かったけどもう使わないっすよね、正直。さあ、こっからがちょっと期待をしたいところではございますな。ランク800メモリアルガチャ、こちらは、はい、ジライアとか出ますね。グランティス、ユーリ、ああ、そのバルキリーとかサレーニ、その辺も出るって。なるほど。まあ言うて、グランティスが手に入れたことないと、ゼローグぐらいか。まだ武器系のやつらがちらほら手に入れたことないやつもあるかなぐらいで。まあグランティスが一番いいかな。手に入れたことないっていうのもあるので。さあどうでしょう、20枠してるのです。なるほど、ゼスギガさん、なるほど、なるほどって感じのやつですね一応ゼスギガさん、お亡くなりになっておりましたので、まあまあありでしょう、まあありでしょう。まだね、周回パで使えると思いますので。さあ、では最後に
900の行かせていただきます。1000を引けたらね、もっとねラインナップがいいやつがいるんでございますけれども、900もねやばいやつはいるので、ソフィ、ユリシャ、メノア、ドルザ、アルジェ、レム、ファスカ、ネレ、これ多分ねファスカ以外俺持ってないかな。ユリシャン持ってたけど捨てたのもあるし、まああと下のやつはほとんど持ってないですかねラインナップは。オム、スロー、スモック、コーザ、ジャズ、セリカ、キオ、アキネ、キュウリ、イナと言いますけれども、これはまあ被らなければどんでも当たりかなって感じでございます。ドン、はい、だってさ、こいつあれだよね、ドラゴンキラーの武器だよね。一応こいつ発言です、一応も言いたことないです。進化しちゃってるのね。あ、ですよね、進化名、あ、ドラゴン、神キラーか、神キラーの方こいつは、はいはい、まあまあ発言な方ではございますので、ありっちゃありだけど今全盛期ではないっすよね、こいつ正直言って。2ターンで撃てると、使い道がどっかあるのかって言われたら、ちょっと私はね、あの離れてたのもありますので、まあ、分からないでございますけど、どうにかね、久々にねパズドラも動画としてやらさせてもらっておりますので、ね、1000行かせて出たらね弾けるから弾きたいっすね。で、あ、久々に動画撮ってるからあれですけれども、実はしれっと、実はしれっと持っておるということで、実はしれっと持っておる裏でちょこっとやったのはやってましたこの辺ハローキティのやつかな、久々にねコラボが来てたからさ、ちょいちょいあの当たりのやつを弾いてます。この2台だけかな当たりは、木の大魔女ハローキティと光の大魔女ハロー、こいつなんかいっぱい並べると、極連かな、なんか1番目、NASA1 番目の闘技場のマークへのがなんかもう簡単にクリアできちゃうと、こいつをいっぱい並べなきゃいけないから、ちょっとねあの大人の力を使わなきゃいけないというのはあるらしいでございますけれどもしれっと実は引いておりました。あとこの辺もね、あのコラボドロップのやつ初めてゲットしたんで、これ連続行かすもんね一旦売却するので、このこいつが結構出たから、ちょっとこいつキリミちゃん、よし、お亡くなりになっておりますけれども、キリミちゃん結構ちょっとかな。はい、で今回のメモリアルガチャ、こいつは関係ねえか、ガンコラなんでこの緑おでんからですねが今回出たラインナップですかね。まあ特質なんか、うおやべえってやつは正直言って引けてないかなこいつがまあまだマシな方かなぐらいな感じでございますけれども、言うてかでね、この初の武器で神キラーがついたのはこいつでございますけれども、もうだいぶ昔の話なんでそれもまあなんとも言えない、まあ外れでもないけど当たりでもないぐらいの感じではございますけど、まあよかったんではなかろうかなと思います。で、頑張って、ちょっとねパズドラネズもちょこっと上がってきておりますので、ランクの上げでできれば1000ガチャね引けるとね結構いいやつが厳選されてますので、当たる可能性が高いので頑張って上げていきたいなと思います。まあ20リランクって結構上げるの大変だと思いますけれども頑張って上げていけたらなと思っております。ということで本日は重大リセット実施ということで、メモリアルガチャ引かせていただきました。久しぶりのパズドラ動画となりました。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。